いろんな事情で地上波再放送禁止になったものをこれ一気に紹介していきます。女王の教室、これはもうずっと言われてるんですけど、成績によって差別とか体罰とか行う冷酷な教師、天海祐希さん演じる阿久津麻耶に児童たちが立ち向かっていくって物語なんですけど、1話なんかではまだ子役だった志田未来さんが失禁しちゃうシーンとかあるんですけど、何かやらかしたのかとか言われるとそうでもないんですけど、ネット上でも今じゃ絶対コンプラ的にアウトだろうとか、さすがに放送できないでしょって言われてて、実際2005年以降地上波では一切放送されてません。この問題の過激シーンなんですけど、教室で生徒に言い聞かせるセリフがあるんですよ。でこれが衝撃的で、ちょっと読み上げますと、日本という国はそういう特級階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が安い給料で働き高い税金を払うことで成り立っているんです。こういう特級階級の人たちがあなたたちに何を望んでいるか知ってる？今のままずっと愚かでいてくれればいいの。世の中の仕組みや不公平なんかに気づかず、テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず、会社に入ったら上司の言うことをおとなしく聞いて、戦争が始まったら真っ先に危険なところに行って戦ってくれればいいの。過激！やっぱこれ、いやでも革新的だろうって意見も多いんですけど、小学生に伝えるには、お茶の間に放送するにはあまりにも無謀すぎたということです。まああと他にもね、名台詞たくさんありますんで、よかったら見てみてください。これはHuluで視聴できます。ライフです。これはですね、やっぱ壮絶ないじめを受けながらも立ち向かう女子高校生と、そのいじめグループの中心で、人間関係を壊していく女子高校生たちの姿を軸にですね、いじめとは何なのかっていう、そういった行動の本質とか問題点というのを描いた物語なんですけど、もう今までの学園ドラマとはレベルが違いましたね。壮絶すぎるいじめのシーンというのが描かれて賛否両論が出たんですね。で、若い世代の中には結構好意的な意見あったんですけど、一方で30代以上の親世代の方からの批判的な意見というのがすごい多かったんですね。放送開始直後から抗議とか批判が2000件以上フジテレビに殺到したと言われてます。またですね、 BPO ですね、放送倫理番組向上機構の放送と青少年に関する委員会にもですね、同様の意見が寄せられて、このドラマは波紋を呼んで、結果的に放送されたんですけど再放送は不可能ということになってます。おめえの席ねえからってまた一世風靡してますけどね。ただ中にはね、僕もそうなんですけど、出演者が起こした事件にもよるんですけど、作品自体には罪がないとね思ってる人も一定数いると思います。でもやはり時代の流れであったりとか、世の中の情勢がね関わってるわけで、地上波放送ではより厳しい規制になっていくんじゃないかということです。